年の年末もいろいろ振り回されたけど、最後は台湾でこんな鍋にも出会えてミラクルな休暇になったよ。来年も元気でもりもり食べられる一年でありますように。鍋うまかった。ちょっと攻めるか。ホットペッパー&醤油。どんどん足したくなる台湾魔性のソース。よし、砂糖も少々。レモン汁もいっちゃえ。漬けと一緒に食うとうまさ100倍。この組み合わせ最強すぎる。豚肉も白菜も散々食ってきたけど、こんな食べ方があったとは、台湾大仰天だ。ああ、このスープ、顔がほころぶ酸っぱさよ。それにしてもこのソースうますぎ。五郎内つけだれランキングただいま急上昇中。小エビ、おお、汁が、これは高野豆腐的なじわじわ系だ。どんどん行こう。よし、追撃のビーフ&ラム。第2回戦行くぞ。牛うまし。あー、ちょっと酸っぱいか。レモン入れすぎたな。でもって羊は、うまし。飯との出会いは一期一会の真剣勝負だ。
通り食ってよくわかった。この鍋は豚に尽きる。100回は通わないとソースの調合は極められん。俺はまだまだ白帯だ。レモン酸っぱソースもごまだれおすすめソースもどっちも初めての味。ソースの可能性は無限大。漬物鍋は宇宙だ。今年の年末もいろいろ振り回されたけど、最後は台湾でこんな鍋にも出会えてミラクルな休暇になったよ。来年も元気でモリモリ食べられる一年でありますように。鍋うまかった。